それでは S2 線試乗インプレッション行ってみたいと思います。希少なニュルブルクリンクブルーですね。この色ね、本当めったに出てこないよ。中期モデルですね。前のユーザーさんから直接買い取りをさせていただきました。走行距離は89,100km。でまあ基本ノーマルですね。そんな特に変わっているようなところはないです。タイヤがですね、今ちょっとガチガチというかカピカピというか、タイヤがついているので、ちょっとそれによるねガタガタはありますけれども、まあ、多分これタイヤを新しく変えたら収まるかな。タイヤはですね、新しく在庫中に変えようかと思ってます。走行以外はクラッチのつながりも全然普通ですし、シフトの入りも問題ないですね。で、まあ、内装の動画のところでも話したんですけども、EPS、ステアリングトルクセンサーですね、これが、まあ、SE1000 結構定番で不良になったりするんですけど、それが出てるので、これはね、変えます。今普通に涼しい顔しながら運転してますけど、これめちゃくちゃ重すになってます。そうですね、室内に入ってくるような変な音もないですし、至って普通な感じですね。でホロがですね、まあ、結構劣化しちゃってるので、これも新品のホロに張り替えようと思ってます。なのでね、結構リフレッシュされた状態にはなっていくかなという感じですね。で純正ナビ枠を使って、ハードディスクのナビが装着されているんですけれども、これは多分モニター別体の音出しタイプの多分モニターをここに入れてる感じですね。なのでエアコンつけた時に 2D に入れると、こっちの助手席側のダクトをカットしたりとか撤去したりしないとつかないんですけど、まあこれただのモニターだけなんで、特にカットせずついてる感じですね。風も出てきてましたので、加速もいいですね。なんか今走らせてて不具合を感じるようなところは、ないです。以上 S2000 の試乗インプレッションでした。